皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは月商100万年商1000万超えの教室を作るための3つの要素ということについてお伝えしてみたいと思います。教室業をやっていて、まず1つ目の山というか稼ぎたいなと皆さんが考える額っていうのは、まず月商50万っていうのが出てくると思うんですよ。でその後、1000万超えとかっていうのが出てくると思うんですけれども、これは今の世の中においてはそこまで難しいことではないと思います。でその事情と理由っていうのが、昔はですね、教室に行くっていうと単純に例えば料理を習いたいとかパンを習いたいとか、一般の人が自分のその喜び、趣味の喜びのために習うっていうケースが多かったんですけど、昨今、不安定の世の中になったこともあって、副業をしたいとか、なんならそれで独立起業したいっていう人が習うという人が増えてきたんですよね。とするとビジネスとして使えるスキル、ビジネスとして使える内容を教える講座っていうのは当然ですけどお金を稼ぐことが前提になるので、ある程度金額が上がっても買ってくれる人が増えたというのが、大きな時代の流れになります。そうするとそれに合わせた講座を作ることができれば、決して月商100万は難しくなくて、極端な話、例えば30万円の講座をもし作ることができたら3人で90万ですよね。4人予約が入れば120万なんで、私がですねパンやってた時って高額講座が当たり前ではない世の中だったので、7000円から9000円のパンを教えるっていうことで、集客量がだから結構すごい集客量が必要だったんですけど、月商80万やるともう朝から3回転とかもやってましたからね、1ヶ月でほとんど28日稼働とかね、そんなことやってお金作ってました。ってことから考えると非常にいいタイミングで、高額講座を買うのも当たり前、お勉強とかお仕事にしたい方はっていう世の中になったんですよ。でその時代の、追い風を受けると、そんなに難しくない、100万とか1000万っていうのが。ただそれを全員の人がすぐに明日からできるというわけではなくてですね、当然それをできる素養っていうのが当然あるわけで、私が今までいろんなクライアントさん見てきて、実際に1000万ポンポンって簡単に超えてる人とじんわりなかなか超えない人がいるのを比較した時に、3つの要素が必要だよねって思ったんで、まずねそちらの方を今日はお伝えしてみたいと思います。はい、それではですね、月商100万年商1000万超えの教室を作るための3つの要素っていうことをお伝えするんですが、まずその3つの要素をね先にお伝えしますよ。はい、1つ目、当たり前なんですけどスキルです。はい、2つ目時代のトレンドを読む力、3つ目高額を受け取るマインド、この3つが必要になると思っています。一つ一つ解説をしていきたいと思います。まずスキルなんですけど、月商100万を普通の5000円とか6000円レベルとかで人を集めるっていうと、集客のスキルがものすごくいります。集客のスキルがね、はい、できなくはないんですけどものすごい疲弊します。それだけでやろうとすると、例えば単純に計算してわかると思うんですけど、5000円を10人教えて5万円ですよね。はい、10人教えてね、はい、で、それがじゃあ20人になっても10万円とかっていう形ですよね。はい、で100人教えて50万なわけですよっていう形ですよね。はい、だからごめんなさい、50人か、ごめんなさい、ちょっと間違えた、ごめんなさい、10人教えて5万円そうですね、合ってるか、50人教えて25万円だからね。で結構だから大変なんですよ。はい、大変なんですよ。だからその人をたくさん教えるっていうモデルだと100万って到底届かないんです。
だけど教室開業講座みたいなものとか、それに伴うスキルを教える講座、要は教室を開業するサポートする講座っていうのはやっぱり30、50、100とかでももちろん作っていくことができるので、2つのスキルがあって、1つはその本当に教えることができる、スキルですね、いわゆるその、まあ、例えばお菓子ならお菓子なんか難しい技術とかも含めてですよ、教えるスキル。でももう一つはそこが足りない場合には圧倒的な集客のスキルということは数で勝負するっていうことです。で、数で勝負するのって昔はすごい難しかったんですけど、今ってオンラインがあるから教室の中に人を入れなくてもいいので、まあ、単純な話1000円をいただくだけでもですね、オンライン上でですよ、で100人にもし教えることができたら10万円ですよね、単純に。だからその稼ぎ方ができるわけですよ。ということは、例えば2時間でね10万円とかもらえるんだったら全然いいじゃないですか。でその10万円を10回やればいいわけですから、集客力がそれだけあれば。だから圧倒的な集客のスキルか本当の技術のスキル、まあこれがあることがまあまず大前提になるっていうことですね。はい、ない方はどっちかを磨いていくしかないんですけれども、まずそこが一つです。で2つ目、時代のトレンドを読む力。今時代は何を求めていて、自分は求められているような業種を扱ってるか扱ってないかは非常に追い風が来るか来ないかっていうので、大きな要因になります。私は大体クライアントさんに 2,3 年後にブレイクするようなものを 2,3 年前にこれをやっといた方がいいっていうのは大体伝えてます。でこれを素直にやる人とやらない人に分かれるんですけど、素直にやる人はその時にはもうできてる状態になってるので、ブレイクポイントが来た時にはもう一つその業界の中で頭飛び抜けてる状態になってるので、黙ってても集客できちゃうんですよ。だからその時代を読み込むポイントがずれちゃうと追い風を受けられないので難しいっていうことと、いや時代関係なく私これ頑張りたいんです、もう使命に燃えて私はこれをやりたいんですって言ったとしても、時代の波に乗りたかったら自分ができることを時代の波に合わせて加工しないといけないんですよ。でこれができない方も結構多い。私はこれをやりたい、だからその時代がっていうのは関係なく加工もできないっていうタイプですね。でなんたらもう一つ言うと、場合によっては収束していく業界っていうのもあるんですよ。 業界っていうか内容とかっていうのもう飽和しちゃって、みんなが教えちゃって当たり前で、これからは下がる一方だよねっていうのを必死に頑張る人は人の何倍も苦労しながら集客とあと制約をしていかないといけないので、そもそも自分が選んでるのはトレンドなのかっていうのも非常に大きな要因になります。これはですね、じゃあ時代、教室の先生何で時代を読むのって言ったら、私の情報リソースで言うと、テレビとかニュースとかはもちろんそうなんですけど、あと海外で流行ってるものですね、特にアメリカで流行ってるもの5年先なんです、大体。だからそれが日本に来る、まあ、3年先っていうものもあったりしますけれども、それ後で日本に来ることになってるので、先にそれを日本でまだ流行ってない頃に勉強して学んでおいて、入ってくるなっていう時にはもう第一人者になってるとすごい楽です。はい、まあ、今回のオンラインのところで言うと Zoom なんかそれで、私は Zoom にみんながわーってなる前に4年も5年も前に Zoom 使っていたので、すぐにね、Zoom を教えるっていう講座を作ることができたりとかしたんですけど、なんかねそういうのっていうのがやっぱり必要になります。だから時代のトレンドを読めないと、抗うような業種業態扱ってたらどんなにスキルがあってもうまくいかないんですよ。だから空回り感がすごいある状態で頑張る人になっちゃうので、これからの先生で稼ぎたいと思う人は時代の波、トレンドを読む力が必要になってくる。これ2つ目です。3つ目、これが実は私一番大事と思ってるんですよ。稼ぎたいだったら一番大事っていうのが、スキルはもちろんある必要なんですよ、時代を読む力も必要なんですけど、高額を受け取るマインドですね。高いお金を受け取るマインドがないとそういう値付けをできないんですよ。で
実力があるのにその売上も上げたいって言ってるのにできない人はだいたいこの3番目、これがネックの人が多いです。はい、自分がそれを受け取るって決めればいけちゃうはずなんですよ。で、面白いことにそういうのをあんまり考えないで、私が言った金額、例えばこれぐらいでこの内容だったらいけますよって言って、はーいって言って募集かけると本当に普通に来ちゃうんですよ、人が。こうすると、あ、こういう価値があったんだって、自分に価値があったんだって分かるから、すんなりその後もガーッと伸びていくんですよね。これができちゃうと、スキルがある先生とかが、変な話ですよ、講座作るじゃないですか、20万円とか30万円、それをじゃあ募集かけましょうって言って20人30人来たらどういうことになるか分かりますよね。例えば30万円が20人来たら600万ですよ、 30万円で30人来たら900万なんですよ。だから簡単に1000万ってできちゃうんですよ。だから今の時代って教室業って実はすごく稼ぎやすいですよ。でも今だけかもしれないっていうのが、それに気づいちゃう先生が次から次へと高額講座を今作り始めちゃってるので、高額講座を習いたいと思う人が今度選んで淘汰されていく時代に入るんですけど、もうちょいあと1年半ぐらい前だとそれをやってるだけで目立ってて、そういうのを教えてる人がいなくって、大手の成果なんとか学校とかいうところで2年間学ぶとか、そういうのが当たり前、1年間学ぶとかが当たり前だったのが、その講座を個人教室でもできて、しかも丁寧に見てくれるとかっていうことで支持されちゃったりとかすると、結果としてそこに人が集まっちゃう。少なかった時はですよ。これもまたやっぱ時代のトレンド読まないといけないんですよ。だから、私が割と早いうちに高額講座をじゃあこういうふうに作りましょうかっていうふうにやって作った先生は、募集かければすぐに埋まってっていうことを繰り返してやられてた先生とかがいて、でその早いうちに自分も慣れておくと、それが20万円だったのがだんだん内容深くなってきて40万円とかにしても人が集まるようになっていく、50万円でも人が集まる。そうすると単純に50万円が10人で500万じゃないですか、50万円が20人で1000万じゃないですか。これをだから半年に一度とか年に、ね、1回2回募集かけると1000万とか2000万って作れちゃうんですよ。それは払う人が増えたからです、そういう高額をね。なのでそういう人をきちんと見つけて集客できる状態を作っておくっていうのは必要なんですが、その金額をつけるっていうことを、ないしは入金してもらうっていうことを自分に許可をできるタイプの人じゃないと、ここがね、私とお話をしてても私を握るんですよ。私を握るっていうのが、いやその金額ちょっと自信がないです、ちょっと怖いですとかね言われると、じゃあ好きな金額したらいいんじゃないですかっていうことになっちゃうので、ここをさらっとこれぐらいでいいんじゃないですか、はいっていうタイプの人は本当にその通りになっちゃうから、まあ、基本自分を信じられるか信じられないかっていう話で、で自信がないっていうことに何の意味があるのかっていう話なんですよ。多分なんですけど、まあ恥ずかしいとか集まらなかったら惨めとか、多分そのあたりだと思うんですよ、自信がないっていう言葉の裏っていうのは。はっきり言ってですね、例えば作るとするじゃないですか、講座リリースするじゃないですか、売れなかったとするじゃないですか、人知れずその講座葬っちゃえばいいんですよ、売れなかったんだから。そしたら売れなかったことすらなかったことになるみたいな状態なん で間違って売れちゃったらラッキーじゃないですか。だって自分が自信がないのに間違って売れちゃうんですよ。なので出さないことには意味がないっていうことを分かってほしいんですよね。まあ、だからといってですよ、さすがに、いや今度この講座できたんで先生1億で売っていいですかって言われて、いやさすがに1億無理だろうって思いますよ。だって一般人でしょ、あなたの相手みたいな形なんで、1億ポンと出せる人ってそうそういないよね。ただ売り先を変えてその内容がよくって、企業さんとかだったらもしや1億出す人もいるから、全否定はしないですけどっていう、そういうレベルです。じゃあ1億作ったらダメですかって言ったら、売れなかったら葬り去ればいいっていう、それだけのことなんで、で売れなかったらまた内容を変えて、それが本当に金額のせいなのかっていうのも考えてほしいんですけどね。
ホームページのデザインとかランディングページと呼ばれる申し込みページのデザインが悪くて決まってない人も山ほどいる。あとせっかくいいページができてるのに告知が下手で決まらない人も山ほどいる。そして体験会まで来てるのに本レッスンの制約ができない人も山ほどいる。だからいっぱいダメな要因もあったりするので、本当にそれは金額のせいなのかっていうのも今一度考えてみる必要はあるんですけれども、大抵うまくいかないとすぐに皆さんは高いからでしょうかって言うんですけど、やり方が悪い場合も多々あって、っていうのがその内容に私手を入れて似たような形でリリース再リリースして売れるケースとかも結構多いんですよ。だから何が悪いかっていう要因を正しく見つけないと、それもうまくいきにくい要因の一個ではあります。ただその前の前提で、そもそも高額を受け取るマインドをちゃんと自分でしっかり持たないと受け取れないから売上上がらないです。多分ダメだった時の自分の言い訳を残したくて、それをしないっていうのも分かります。ちなみに私は、まあ、これは売れるなという金額で作った自分がチャレンジした高額の講座とかもだいたい全部売れてるので、チャレンジしようと思った時には自分の中でもう納得してるんですよね。だからそういうことです。売れなかったら潰せばいいかみたいな感じでやれば売れます、はい。なんでこのあたりのねマインドっていうのが一人で見つけていくのは実はちょっと難しいかもしれませんけどっていうお話なんですが、一応ヒントだけお渡しします。ということで本日のまとめです。月商100万年商1000万超えの教室を作るための3つの要素。1つ目スキル、2つ目時代のトレンドを読む力、3つ目高額を受け取るマインド。この3つが必要になるかなと思っておりますので、どうぞご参考にしてみてください。それでは。